リナです。エコです。メイカです。ピンク。ラテ。T。B。始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は2020上半期 JKJC 流行語大賞です。イエーイ。はい、今日は言葉と物部門の2つの部門上位に当てていきたいと思います。何年ですか？2020上半期最新そうに入部っていうの入門しているものをゆみかたちで当ててってクイズ形式でやってみたいと思います。ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。はい、それではどうぞ。じゃあまずモノ部門からいきます。はい、でちなみに2019年のモノ部門に入ってたのが1位がハンドクラップダンス、2位がプロデュース101ジャパン。何それ分かんない、聞いたことある。で3位がハンディファン、4位がチアプルリップ、5位がオオカミちゃんには騙されない。あそっちです。そういう感じ、そんな感じのもの部分が2020年上半期にチアプルリップとか入ってるものをそれぞれ書いて一斉にドンって OK です。2分で考えてました。もう考えた。よーし、スタート。でも絶対入ってない気がする。変えようかな。できました。はい、では一斉に答えをどうぞ。待って、すごいの思いついちゃった今。ダルゴのコーヒーを思いついちゃった。あー、確かに。てかみんな純粋。はい、私は映るんです。あー、確かにちょっと古いかもしれないけど映るんですです。バナナジュース流行ってない。確かに。発表家です。いやでも2019に入ってないからあるかなと思ったんですけど。2018か。そうかも。はい、じゃあ、はい、絶対ダルゴナじゃん。この中で5位までに入ってた人はいません。ちょっと当たるまでもう一回やります。1人でも当たったら1人でも当たった何それ。次やります。わかんないね。じゃあ言わない方がよかった。え、もう最新だからもうね、1ヶ月前とかそれぐらい。もの学校なんて学校ヒントくん。食べ物もあるし、作品もある。作品？あー、えぇー、さっきのプロデューサーは韓国のアイドル。あー、わかったわかった。あー、わかっちゃったよ。でもなんかもうみんな書きそうなんだけど。違うの、てかわかんないよ。ゆみかもスペル多分違うわ。ちなみにモノ部門の中で1位当てた人が5点、2位当てた人が4点、3位が3点、4位の人が2点、5位の人が1点です。ポイント制なのでより上位のものを当てれた方がポイント。え、みんな一緒かもしれない。ね。ね。ね。まあいいや、同点という。待って。みんな絶対それにすると思って外したんだけど、変えたんだけど。でも何が1位か分かんないから、もし時間が確かに1位か分かんない。いくよ。せーの。ダン！お、鬼滅の刃です。あー！待って、絶対入ってんじゃん、最悪。ミジプロ。正解者はこの中にいます。おー！いるので、モノ部門の5位から順番に発表していきますね。お願いです。5位が、愛の不時着。聞いたことある。韓国のドラマ。で、4位が鬼滅の刃。おお、惜しいな。2点。3位がダルゴナコーヒー。ああ、やっぱすごい。で、2位が集まれ動物の森。ちょっと待って、やばい、スイッチ。なんだろう。そして1位がミジプロジェクト。じゃあ私もそうしようと思ったんですけど、みんなもそうしたら面白くないかなと思ってやりました。それがいいわけです。そう。すごい。急に言われるとわかんなくなった。だってみんながそうしたら面白くないと思ったから、私はそれでずらしたんですよ。これからなんか多いからいいわけです。ちょっとそれ採用お願いします。イエイ。みんな結構分かってましたね。やった。なんかヒントを言われると分かります。じゃあ次、言葉部門に行きます。はい、でちなみに2019年の言葉部門に入ってたのが1位ピエン。2019年もうそこで入ってるんだな。2位がデミタッピ。
って思ってる。で、3番が KP。うん、あかんで、4が3150の最高。で、5位が匂わせ。ね、言葉なの最初。匂わせのストーリーが。あー、そういうこと。リリアちゃんも来てる。じゃあ、2020年の上半期を決めてください。分かっちゃった。分かったから。だって絶対ランキング入ってる、これ絶対入ってるよ。あ、分かった。え、一緒の気がする。いや待って、これ字合ってんのかな。いや最近いろいろなんか TikTok 流れてくる。いけました。じゃあみんなで答えを、せーの、じゃん。推しが尊い。推しが尊い。3つですね。でもピエンがさ、あ、でも待って、待って、待って、もう一個思いついた推しで。推ししか型もあるから。あー、確かに。知らんけど。わかんない。え、もいしこわかった。え、ひめこ、みつです。ハート、みつです。いますか。じゃあ、はい、この中に正解者はいます。おお、みつです。あるかな。みつです。あるだから全員やりそうだよ。全員やりそうだよ。お願いします。え、もいてるのはひめかのみつです。やった。何位ですか。3。おお、3ポイント。やった。じゃあ5位からみんなで。あ、もう一回。お仕事以外の1、2、4、5を。あ、OK です。それがラスト1位を当てた人が優勝できる可能性が5点なので。言葉、ヒント、ミツレス関係でしたか。いや、そこまで。ミツレス関係ではない。めっちゃ分かりづらいヒント。若い子しか言わない。分かったかも。でももし尊いぐらい全然最近ピーしか言ってない。キャラクターの名前しか出たみたいな。ずっと言ってる。蹴った。自分がいつも使ってる言葉が入ってる可能性も。自分がいつも使ってるのがこれだった。え、使わない。推しが尊いって。推しが尊いって言うのは、なんていうの、無理っていう。あの、尊すぎて無理みたいな。推ししか勝たんしか言ってない。ずっとキャラクターの名前しか出たみたいな。自分の体にちょっとかんないその言葉が入るから浸透した。うとすぎる。どうしよう。じきった。5位のヒントはもうギャル語。内容は自粛期間中にみんな使ってたかなっていう言葉で、1位は言えない。1位はどういう。1位は最近よく耳にするかなって感じ。どこで聞きますか。え、ニュース。いや、ニュースで。友達との会話とか。今日も聞いたかも。どこで聞いた。え、ちょっと待って。ちょっと書けます。ここで聞きました。でもそれものか。なんか誰が言ってたって。それは答えに。え、そんな人数。仕事をください。残り40秒。どうしよう、もういいや、なんドミノ？なんだろう。寝坊してたっけ。じゃあ、せーので全員で出します。せーの、パン。一緒なんだけど。検温。だって分かんなかった。自粛の自粛。今日みんな検温しまーすって言ってたから。え、さ、ちなさ、ここに触れてくるの。かわいい。かわいい。まあ、答えを。はい。この中に正解者はいます。あ、え、え、検温のわけなきゃ。波音じゃない？え、波音じゃない？5位からいきますね。波音じゃない？5位がピエン超えてパオン。あー、5位なんだ。でも勝ったわ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。検温。4位がおしゃピク。あー、おしゃピクって言葉。同じじゃないかと思って。で、3位がさっきの3つですので、2位がおうちカフェ。おうち時間とかおうちサイズかな。で、1位が丸々しか勝たん。ね、ちょっと待って、なんでもうさ、逃げたい。今日も聞いたかも。キャラクターの名前しか勝たんみたいな、ずっと言ってる。違うんですよ。違うんです。え、だから私はさっき推しが尊いってやって、で、え、だから違って、私、なん、いやー、ごめんなさい。ゆなって言えなかったのか。みんなの順位と点数を発表します。はい、2位
がエコ。イエーイ。6点で6点、うん、で、1位がちょっと分かってるかもしれないですけど姫香です。9点でした。おー、すごい。で、ユナが2点。おお。でもとか0点じゃない、0点じゃない。ちょっと慰めちゃった。慰めくさいね。いや、まあでも一応最初に推しが取ったって書いてあるんで、まあ、推しいね、とだよね。ってでもさ、最後のもので私5点取った。あ、1位に上がれなかった。結局確かに。はい、じゃあ皆さん当たったものはありましたか？うん、結構すごいんじゃない？でもヒントが結構あれでしたね。有能でした。エコちゃんどうでした？だってエコちゃんは、うん、結構ギリギリがないんですよ。ちょ、毒抜きしてます。違う、なんか前の企画のギリギリがないを攻めていったんですよ、エモイとか。うん、多分ね、皆さん投票できなかったんですよ、エモイを。あー、忘れてたのかな。忘れちゃったから、こういう検温とかになってなんかすごいディスられてるような気がするんですけど。で、私はね、まあ、パオンしかわからなくて、パオンって書いたら当たりました。当たりました。うわ、なんか、なんかいえ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 。はい、じゃあコメント欄で当たったよとか、その中に入ってなくても思ったことあれば教えてほしいです。誰か検温がね、出てた人がいたらコメント欄で教えてください。はい、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。